カレンさん、こんにちは。アカンですよ。今日はですね、この国枝志保の性能紹介していきたいと思います。まず、この子をリーダーにすると、打球ダメージがプラス10。で、さらにスタミナが緑色。またはスタミナの概念がないときは、まあ、またね、プラス10するっていう感じになっているんで、まあ、基本的にまあ、みんな緑じゃないですか。なので、まあ、プラス20になるんじゃないかなと思います。で、まあ、常時移動速度スイングでは共にプラス 10%。で、受ける打球ダメージの最大値が20と、この子は全然受けない。プラス、下に書いてるんですけど、与えたダメージで 50% 回復するっていう感じになっているんで、体力枯れることはまあないんじゃないかなと思います。でも一部状態異常無効もついてますんで、まあ、燃焼毒とかももちろん効きませんと。でも試合中、まあ、強化型特殊チャージショットを習得、まあ、そのね説明に関しては下に書いているんですけど、そのチャージ段階に応じて打球ダメージと追加で必中ダメージを付与すると。チャージできない方に関してはですね、前にねする方法について解説してる動画ありますんで、よかったらそれ見ていただけたらなと思うんですけど、まあ、チャージするとね、まあ、ダメージ結構与えれるプラス、まあ、このギプスね展開してるときは強化特殊状態解除受け付けないし、まあ、ダイレクト無効不動見切り習得もついていますと。で、 SS が新速カーブショットなんで結構強く、でスタミナ200回復の15打球間特殊状態で、まあ、強化型特殊オーバーチャージを習得して、移動速度スイングラーともにプラス 10% で、時効との一部バウンド変化ギミックを無効化なので、まあ、入れ番系が怖くないと。で、一部を除き打球がアウトしないっていう感じになっているんで、まあ、非常に強いキャラとなっております。で、この子打球判定に応じてコンボカウンターが上昇で、近い遠いこれ打ち上げたりすると、まあ、カウントリセットになるんで、そこは注意していただけたらと思うんですけど、まあ、できるだけねジャストを狙った方がいいと。まあ、ジャストの使い方に関してはですね、前動画出してると思いますので、ぜひそちら見ていただけたらなと思うんですけど、それでジャストを出していったら、まあ、どんどんカウントが増えていくと。で、5コンボごとに、まあ、スタミナ以外のパラメーターが、まあ、最大で 80% 上がるんで、走りが速くなったりダメージ量がねさらに上がったりすると。で、まあ、カウントが26以上かつ SS ゲージが 55% 以上の時、アナザーアクション使うことができて、これを押すと、まあ、新速カーブショット打つことができて、6打球間棄戦状態になりますと。で、この状態中は、まあ、打球が高速の、まあ、特殊ショットに変化して、最後の1打球だから6打球目ですね、この時に相手コートを横殴、高圧必中多段ダメージビームを発射することができますんで、まあ、これもなかなかな得点力になるんじゃないかなと思います。で、常時エアスマッシュ、高いとこスマッシュ持っててダメージ判定無効で、相手にダメージ反転封印を付与すると。で、さらに回避アクション使用可能ということで、まあ、エアモードみたいなやつですね。まあ、打球ごとに一度だけ特殊移動することができますと。で、常時必中ダメージ与えることができて、スタミナダメージプラス 50%。で、打球ダメージがまたプラス10で、相手コート上のダメージを SS ゲージに変換するっていうね、性能もついていますんで、体力からして、かつこの子はめちゃくちゃ SS が溜まっちゃうよっていう恐ろしいキャラクターになっております。ということで、この子と戦っていきたいと思います。2分で知りたいことを解説するちょこっと白手にっていうチャンネル作ったんで、よかったら見てね。はい、というわけで1戦目やっていきたいなと思います。相手アンナさんなんでね、ちょっと相性度外視で負ける可能性も全然あるかなと思うんですけど、とりあえず1戦目に関してはこれ MVP ガルが使っていきたいと思います。よいしょ、やべえ、初手あの子に来られたら体力なくなっちゃうよだってこの子あれやもんな、特殊状態中とかじゃなくて初手からなんか回復反転無効がついとるから、えらいことになるんやけど、普通に失点したからまあどうにかなりました。うわ早っ、初めから結構早いなそれ。ほいで、やばいやばい、その GS ちょっとほんま前から打たれて危ないからさ、やめてくれよ。で、非 SS くん、あ、カーベ先生やったわ。ちょっと取り方ミスりました。いや、これ普通に前から打たれたら強いからね、厳しいよね。ほんで回復反転、この子も無効やん、よう考えたら。ちょ待って忘れてたちょ、急遽変えます。ちょっと、ラインズマンカレー。この子、ちょっとね、使えるか分からんけど、とりあえずやってみよう。よいしょ。これで、はい、防御姿勢のまま、戦っ、やらかした。めちゃくちゃ普通に空振ったわ。ちょ、とりあえず、このまま頑張っていきたい。よいしょ。よいしょ。うい。やっばダメージ見た!105 やってちょっと待って、やばすぎんか、それ。ちょ、びっくりするぐらい一瞬でかれてからさ、どうしようかな。靴とかでさ、50% の確率で受けるダメージマイナス75のスロットスキルとかもつけれると思うねんけど、そんなんしても、こんなん耐えられへんよな。まあ、って体力もなくなったんですけど。いや、もうこうなってくると、もう、まあ、絶望やんな。だからもう、あれやわ。受けるダメージの最大値が、まあ、このね、司法も持ってるんですけど、受けるダメージの最大値が20になるとか、15になるっていうキャラがいるんで、まあ、そういうキャラ使うしかないと。なので、このミュウエとかじゃないと無理なんちゃうから。この子はついてたよね、確か。15かそこらで抑えれたよね。
よいしょ。これで、ただあれか、強化状態解除かなんかあったっけ。よいしょ。やばい。SS はまだ来ないと。で、カーブが、テイバウンドやったっけ。あ、テイバウンドやな。だから瞬間移動で取るんもちょっと気ぃつけないと。まあ、取れるはずやねんけど、俺今取られへんかってんけど。気ぃつけなあかん。ね。ただまあ、あれやけどね。千里眼の相手の SS の飛んでくるタイミングがわかるからあれやねんけど。でも相手ずっと満タンやぞ、これ。どういうこと。いやタイミング。マジでやらかしたわ。ちょっとそんなさ、もう俺の思考完全に読んでるやんか。ちょっとやめてくれよ。よいしょ。やば、ちょっと体力ない。35度が食らってる。あれ、あ、この子って受けるダメージの最大35。それともなんか、あれ打球ダメージプラス10のやつは純粋に食らうみたいな感じ。いや、自動返球ありがとう。うわー、何それー、全然取りに行かれへんかったー。今確認してきてんけどさ、やっぱりミュウへの受けるダメージの最大値15やな。だから何かしらで貫通してきてるんやな、これ。やばすぎんな、それ。ただまあ、この子はこの黄色のね、キャラクターに対してはですね、割と戦うことができたから、もしまあこの司法にも勝てるんやったら結構熱いけどな。よいしょ。いや、思ったよりこっち来おへんな。きついな、これ瞬間移動で取ろうとしたらあかんな。ただまあ、あれは、あの、一回しか飛んで来おへんし、あとまあ、あの、何、レシーブ一発目とかに飛ばしてくることが多いと思うから、そんなに、まあ、脅威ではないんちゃうかなと思ってるんやけど。よいしょ。SS ドーン。どうしようかな。相手の SS ゲージはまだ溜まってないか。じゃあ、ちょっと前攻めに行こう。やっぱ35食らってんな。ただそうか、定番、ないんですか、これ。きついな、それ。よいしょ。いいんちゃうこれ。いや、無理やな。走り早なるもんな。どんどんな。ちょ、自動返球ありがとう。で、ドリンク。まあ、この子 SS だったら体力200回復するってのもあるから。やばいやばい。マジか、ちょっとミスったな、今の。あの、何してたっけ、そうそう。SS だった時に体力200回復するってやつもあるから、割と、まあ、体力自体は枯れずに済むとは思う。ただ、どうなんやろな。これだってボレーで決めてあかんねやろ。まあ、SS で決めるのも、まあ、もちろんあるとは思うねんけど、結構厳しいよな。え、それ強ない。ボレー決まないやん。ずるいって。あー、これで、ね、不意のこれでどうにかするしかないんじゃん。で、これドゥン。いやいやいや、これ50秒に1回しかできんからね。正直、まあまあ、でも、アラがいるから別にこの子で戦う人もおるやろうな。後ろからドカンしてみて。はい、取られた。そうか。そう、エアモード系のキャラクターやったら、このミュウエの SS が取りやすいもんな。よいしょ。ただ、こっちはレベル10になったから、アウトはしないよ。アウトしないのいいよ。やばい。いやー、ちょっとこれあれやわ。前に詰めすぎとったら、そのボレーしようってラケット振ってる分が空振りの分で、その何、打球硬直食らっちゃうやん。そこはきついのと、あと体力今ない。ピンチ。SS ギル打てた。オッケー。いや、アンナさんにここまで戦えたらもう十分やけどな。普通に野良行ったらミュエで全然勝てる説あるな、これ。ただちょっと体力やっぱ枯れんな。なんか靴とかでポイント開始時60回復とかつけてもいいかもしれんな。もしそんなんつけたら、うお、毎回それやば。思ってるよりエフェクトでかいやん。最後の一発だけの見た目かと思いきや。え、じゃあまだ来るやんな、これ。やばい、これ毎回打たれるやん。ちょ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 。6発目のやつ見たいって、さすがに。来たんで次6発目。うわー、流されたー。でも瞬間移動あったらどうにかなるー。あれやね、そのなんか光道みたいにまっすぐじゃないから、その永遠に動けないみたいな、あのハマり技みたいなあるやん。あれになれへんのはまだ救いやな。あとカーブエッセンスは瞬間移動で取れるな。低バウンドのあの GS のやつが大ピンチなだけで。うわ、これ打つ前からやりたい。やばい、もう体力ない。ちょ待って、 SS だけを出して先。自動変形もある。 OK で SS、 あー、やべー。いいよ。でここでこれ、はいはいはい、こういうことですよ。これもうこれしかない。これが王道の決まりパターンになると思う。で、相手もうすぐ SS でしょ。あ、もうキャラ変えられた。まあこれ多分もうビュエで勝てるっていうことだと思いますわ。なので今のハードコートで新キャラゲットできなかった方に関しては、ミュエ使うとね、結構勝てると思いますんで、あの前、あ、やべ、全然瞬間移動できひん。こんなことなんの。あ、そうか。相手は別にミュエ対策すればいいだけのことやもんな。だからまあこういう、まあミュエとりあえず使ってみて、うわ、完全に対策されたみたいなのあると思うんですよ。なのでそのキャラの対策を仲間に入れる編成をハードコートでは作ってあげると結構いいと思いますんで、まあぜひそちらでハードコートを制覇していただけるといいんじゃないかなと思います。ということで、また皆さんお会いしましょう。バイバイ。